あれは。ジャックか。将軍、大丈夫ですか。わざわざ何をしに来たというのだ。貴様の出る幕などない。なこと言ってる場合なのかよ。うるさい。雑魚は引っ込んでいる。なんだと、この。やれやれ、いきなり仲間割れか。人間の傲慢さは底なしだな。傲慢だと？そういう妖精は何なのだ。竜を手なずけ、人を襲っているではないか。手なずける？私がセファイド様を。これだから人間は笑える。自然の摂理をねじ曲げ、自分たちだけの利益を追求し、アルガンダースを撒き散らし、ドワーフを奴隷にする。思い上がるのもほどほどにしろ、人間どもめ。黙れ。食いることになるぞ。クロス、先走るな。しかし将軍、奴のために我が隊は壊滅状態。引き下がるわけにはいきません。それは君たちが攻撃してくるからだ。セファイト様は降りかかる火の粉を払うだけ。竜は我らエルフよりずっと聡明だ。そして崇高で慈悲深い心を持っておられる。竜がなされることに間違いはないのだ。おいおい、ちょっと待てよ。だったらなんで人間だけ襲うんだ。チリュなんか人間とドワーフの間に割り込んできたんだぜ。そんなことなあ、教えてくれよ。なんで竜は人間を目の敵にするんだ。人間の傲慢さはやがて世界を侵食し滅ぼしてしまう。竜は世界の秩序を守るために人間を排除しようとされているのだ。なんだよそれ。人間は竜にやられる運命だっていうのか。人間は自らそういう道を選んだ。滅ぶのは当然の報いというものだ。もうその辺でよかろう。これ以上の問答は時間の無駄だ。立ちはだかる敵は切り伏せればよい。竜よ、覚悟しろ。何がおかしい。だから愚かだと言うんだよ、人間って生き物は。本当にそうかどうか、その身で確かめてみるがいい。なーに、確かめるまでもないさ。君は何も分かってないんだから。何を。このクロスワードを愚弄するか。おいクロス、邪魔すんなよな。うるさい。引っ込めと言ったはずだ。まさかそれは。ん？お、己、忌々しい人間どもめ。とうとう本性を現したな。邪魔するな。うわ、クロス。前に注意を払え。来るぞ。今だ、頼むぞ。了解。獅子粉砕撃。See ya!
将軍！私に構うな、風流を倒せ。はい。してのけるとは。ケアンだと。ケアンラッセル、俺の父さんも水流を倒した。なんだよ。なんという運命の皮肉だろう。やられるのも因果か。だが。覚えておくがいい。人間に未来などない。ただ繰り返すのみ。俺に殺されるのか。この痛み。落ちたか、セファイド。諸軍、討伐隊援軍、ただいま到着しました。遅いぞ。申し訳ありません、新たな知らせが飛び込み対応に追われておりました。新たな知らせ？そのヘレンシア砦がエルフの奇襲を受け陥落寸前に。奇襲？よもや竜をおとりに使うとは。その上、敵の先方にガウェイン殿が。ガウェイン。クロス様は私が城へ。頼む。私はヘレンシア砦へ向かう。将軍、俺も行きます。しかし、お前は騎士団ではない。無理せずとも。騎士だとか騎士じゃないとか、そんなことはどうでもいいんです。ガウェインは父さんの仇なんです。
わかった。好きにするがいい。ありがとうございます。偵察隊より報告します。ヘレンシア砦はエルフ軍によって完全に包囲されております。砦の守備隊との連絡は不能。いつまで持ちこたえられるかは不明です。そんな、早く助けに行かなきゃ。将軍、急ぎましょう。今すぐ出発しましょう。ジャック。はい。報告は最後まで聞け。はい。敵兵力は同等かそれ以上。砦を奪われた場合、奪還は困難と思われます。報告は以上です。よし、下がって休め。はっ。とにかく急がないと、砦が妖精に占領されちゃいます。間に合わん。おそらくエレンシア砦は落ちる。え？エレンシア砦は人間とエルフの因縁の遺跡、地理的にも重要戦略拠点だ。風流が見つかり、我らは派兵した。手薄になるのを待っていたということだ。エル、妖精は以前から人間と戦う準備をしていたようだな。同じ大地の恵みに生きて、悲しいことだと思わんか、ジャック。将軍。しかし私は戦うことでしかそれを止めることができない。これよりヘレンシア砦へ向けて出発する。完全に制圧されてしまっていますね。そのようだな。待ってください将軍、俺も。よかろう、ついてこい。はい。久しぶりだな、ダイナス。カリン王。カリン王。西方獅子ガウェインと名乗ればいいかな。水流殺しケアンの息子ジャックよ。な、あんたが、あんたがガウェインか。よせジャック。カーやめろジャック。そのままで構わんぞ。小僧の遊戯憲法では畑に穴も掘れん。なぜだ、騎士の鏡と称えられたあなたがなぜこのようなところに。私はすでに騎士ではない。わからない。16年前に突然姿を消したあなたがなぜ今こうして妖精を率いている。宿命だ。ん？宿命？そうだ、これが私の背負った宿命なのだ。そんなことはどうでもいい。俺の父さんをなんで殺した？答えろガウェイン。リドリー、リドリー迎えに来たぞ。俺も団長も家老もみんなお前の帰りを待ってんだぞ。辛いか。いえ。ガウェイン、リドリーを返しやがれ、サモネイト。ほう、サモナイト。
どうなる？てめえをぶっ潰す！そしてリドリーを連れて帰る！その激しすぎる性格、ケアン譲りというわけか。いいだろう。お前には体に言い聞かせた方が早そうだ。大口叩くやつは決まって弱いんだよ。マジかよ、畜生。仇なのに、父さんの仇なのに。うわっ、もう終わっています。お聞きください、カリンゴ。どけダイナス。苦しいか小僧。だが今この時、苦しんでいるのはお前だけではない。お前とは比べ物にならぬほど苦しんでいるもの、それがわからんか。わからんだろうな。だからこそお前は平気で竜を殺せるのだ。私は女に助けられるとはな。出直してこい。リドリー、なんだよ、どこ行くんだよ。リドリー、お前どこ行くんだよ。リドリー、戻ってこい。行くなよリドリー。ジャック、おかしいですよ、こんなの全然わからない。私にもわからない。そうですか、ヘレンシア・トリデが奪われましたか。はっ。とにかくヘレンシア・トリデを奪われたままにしておくわけにはいきません。至急奪還作戦のための部隊を編成してください。了解しました。もっとも今回は風流という戦果があったので、よしとしておきましょう。はっ。そうそう、ガウェインとリドリーの処置は追って通達します。あれ、ここどこだ。情けないな、ぺちゃんこにされちゃって。お前誰。やっぱり打ちどころが悪かったんだ、かわいそうに。バカ、冗談に決まってるだろ。あれあれ、回復しちゃったんだ。いやいや、すごい生命力、ゴキブリ並み。
悪かったな。ではごきげんよう。さようなら。お帰りはあちらからどうぞ。クロスだってまだ寝てんじゃんか。クロス様は風流との戦いで名誉の傷を負い、絶対安静なのです。お前さ、そこまで差別して楽しいわけ？ここは王国騎士団の医務室です。鶏小屋ではございませんので。あー、ムカつく。もういいよ、帰る。ガウェイン、クソねえ、ガンツおじちゃん。はい。ガンツおじちゃんって騎士だったんだよね。つい最近まで騎士でした。なんだか遠い昔のことにも思えますが。僕のパパも騎士だったんだって。でもずっと前にお仕事で遠くに行ったまま帰ってこなくなっちゃったんだって。そうですか。実は私の父もこてつくんの父上と同じ騎士で、そして君の父上と同じようにどこかへ行ってしまったのです。そうなの？はい。ねえ、ガンツおじちゃん、騎士ってみんなどこかへ行っちゃうの？騎士だからどこかへ行ってしまうというわけではありません。じゃあどうして？人間というのはね、時として思わぬ出来事や自分では抵抗できない大きな力に巻き込まれてしまうことがあるものなのです。そうでなければ誰が好き好んで家族の元を離れたりするものですか。そう、君の父上に限らず私の父もきっと。なんだかわかんないけど、パパは僕とママのことを嫌いになってどっかに行っちゃったわけじゃないんだよね。そうですと。そんなことがあるはずありません。痛いよおじちゃん、おひげ痛いってば。